ンポン。でかすぎんだろ。開幕セクハラブットやめてもらえる？なん？失敬。でかすぎるものってロマンに溢れますよね。溢れません。それをたくさん見れるってワクワクしますよね。しません。なのでこれからでかすぎるものを作っていきましょう。いきません。でか作るの？作るって簡単に言ってるけど、そんなものを巨大化させるようなアイテムがあるわけでもなしに。え、あるよね。ありますね。なんであるんだよ。では、初ビッグ。いただきます。初ビッグとかいうわけわからん。造語やめろ。はい。あんたのせいで。バランス悪くね。やっべ、パーツごとにでかくなっちゃった。声どうした？こうでかくなると声低くなりがちだよね。あるある。もうお前らだけだよ。てかそもそも顔がでかくなる経験がねえよ。でかくなるといえばうちはあるよな。もっとこうビッグなボイスロイドになりたい。そんなメンタル的なことは無理じゃね。できるよね。できますね。なんでできんだよ。じゃあ行きますよ。よっしゃ、パッチ来い。どうなった？あんま変わらんな。メンタル的なやつだから。あ、でもなんか自信が湧いてきた感じがするて。これで何が起ころうともどっしり構えて解決。声のでかさだけはビッグ独創。うるせえな。これって部分的な巨大化も可能ですよね。可能ですね。よっしゃ来い。主に胸部でおなしゃす。おにおに。かしこまりです。どうなった？変わらんね。なんでゼロなのかけてもゼロとさ。おい、大丈夫か。葵ちゃんは何か巨大化したいものある？うん、あかり先輩を巨大化したいです。え、よっしゃ、そうだー。おい、こら、てめえふざけんな。おい、これどないすんの？ふま、かわいい。ぐへ、ぐへへへ。てめえなのに。ギャー！どうですか、このキャラがでかくなるという画期的なネタ。褒めて褒めて。いや、以前同じテーマの動画あったよね。うるせえ、褒めて。なんでだよ、てめえ。